嫁や彼女の料理を決してまずいと言わない方がいい。せっかく作ってもらったのに女に恥をかかせるな、という心得は十分に持っているだろうか。献立や買い出しを任せっきりにするのは愚か、男性込めて作ってくれた料理に文句や不満を言うのはもってのほかだ。しかし、ここで家庭の話だが、彼女や嫁の味付けが飯まずだったら、皆さんはまずいという勇気を持てるだろうか。黙認してしまったことで、次々と毎日飯まずな料理が食卓に出てきたら、今回は嫁の飯まず当分地獄という名の戦場を生き抜いたスレ主一致の武勇伝を紹介しよう。2012年10月17日こんなスレッドが2ちゃんに立った。もうやだ。隠し味っつってカレーに丸ごとリンゴ入れるのも、焼肉のタレにもう一味ってたっぷり蜂蜜ぶっ込まれるのも、前調味料とかほざいて常に粉砂糖持ち歩いていかなる料理にもパッパする嫁。何が悲しくて甘ったるいキムチやカレー食わなきゃならんのじゃ。俺の両親はそんな嫁に前衛的ねって理解示してるわ。義両親は私たち仕込みなのよってどやるわ。まさに四面楚歌。3歳の娘も嫁の飯が大嫌いで、半べそでまずいと言っては嫁に引っ叩かれてる。一昨日、蜂蜜コロッケを食わされて我慢の限界来たんで娘と二人して抗議したら、泣き叫んで暴れ回った挙句俺のビッツに乗って家飛び出していきやがった。嫁が痛い目見るのは勝手だが、ビッツが無事に戻ってくるかどうかの方が心配だ。当分って麻薬だからね、極端に欲しがるのはメンタルやばいよ。子供は小児肥満の危険性もあるし。できれば子供産む前に決着つけて欲しかったが、両親義両親4人が敵ならその時点で別れた方が良かった。子供できる前に発覚してれば手の打ちようはあったろうけど、嫁の味覚が極端におかしくなりだしたのは娘が生まれてからなんだ。味覚が変わったのは治せる可能性はあるが子供引っ叩く性質は不治の病だ。娘のため世界中を敵に回しても戦いしてこの板から卒業しろ健闘を祈る。皆さん、お疲れ様です。今夜は娘の好物の焼きそばを作ってあげました。甘くない。と大喜びで全部平らげてくれたので一満足。嫁は私の実家に行って、私と娘が自分の料理をどれだけ貶めてるか、お三日三晩コンコンと愚痴り続けてたようです。2時間ほど前に電話が親父から来て、開口一番。明日朝一で娘連れて俺たちの目の前で嫁に土下座しろ。と来ました。無論断固拒否。両親に嫁の飯食ったことあるのか、食ってそんなこと言えるのかといったところ。素晴らしいじゃないか。と絶賛。もう拉致が開かないんでさっきガチャ切りして電話機から線引っこ抜きました。疲れた。誰かに相談したいけど、上司とかにこんなこと相談したらバカ酷なとか言われそうで怖いよ。証拠を保全してできるだけ多くの人に、今のうちから広めておくべきだと思う。親に作る料理の時だけ言動は無当なのかもしれん。子供を殴ってるのは将来 DV 嫁になるかもしれんのでそこ強調して親に言うとか。まず飯料理を保存しておいて、クール宅急便で送りつけたら、それをうまいと言って食べるようなら、その一家は救済不能。とりあえず、私には娘しか味方が現状いないことが確定とわかりました。アホ両親は嫁の甘み漬け料理を本気でうまいと思っていたようです。黒糖メープルマンゴー麻婆豆腐を大皿いっぱい、残らず平らげやがりました。今私は娘とガストで戦場してるところです。嫁は私と娘が誠心誠意反省するまで家には帰らないとほざき。両親も大歓迎ムードなのでしばらく放置しておきます。最悪慰謝料払って離婚なんてことになっても、娘だけは何としてでも守り抜きます。しかし嫁一家はそれで体調なんともないのか？それだけ甘いもの食べてたら、おかしくなると思うけどな。嫁なんですけど、今私の実家の方にいます。さっきまで実家から鬼伝突があって、お前のような人手なしのバカ息子には孫は任せられない。俺らとぎ実家の方と、きちんとした嫁子さんに育てさせる。とか言い出したんでまた電話線抜きました。会話録音済み。離婚問題に強い弁護士に依頼するしかないな、こや。味覚以前に毒親だったんじゃないか。あ、学校、保育園の帰りに拉致られるといけないので娘の先生にだけは話しておけな。あんたが迎えに行くまで親戚の誰にも子供を渡すなって。両親、義両親ともに、嫁の料理をうまいうまいと平らげてしまった。あんなに飯まずなのに、つまり一致の味方になってくれそうなのは現状娘だけ？ここまで来ると一致の下がおかしいだけかと疑いたくもなるが、毎日毎日こうも何でもかんでも甘み料理を出されちゃたまらない。鬼伝やら両家の両親の態度に悩まされる一致だが、実はこの後、キーパーソンとなる助っ人も登場し、物語は意外な方向へと展開していく。それでは本編へ話を戻すことにしよう。近況。というか嫁が自爆して一気に状況が変わったので途中報告までに、嫁と私の両親、食中毒にヒットしやがりました。話によると、あれからも私の両親は嫁のメープルフルコースを大絶賛しながら食らっていたそうですが、これに気を良くした。
図に乗った、とも言う。嫁がとっておきのリンゴ漬けカルビとやらを作り、3人まとめて腹痛で病院に飛び込んでいったそうです。経験者の視点から見て、大方リンゴが腐りかけだったんでしょう。父親、それまで嫁のこと大絶賛だったのに、病院戻ってから200度方向変換して嫁バッシング始めました。息子も不安だが、それ以上にてめえに孫は任せられねえ。と義両親呼びつけて怒鳴り散らしたとか。義両親もなぜか嫁に切れまくり、絶縁の方向に一気に向かってるらしい。ついぞ5分くらい前に嫁から泣き落としの電話があったけどなぜか電波が弱くて切れちゃったので書き込み。200度方向転換はロタ。ビッツと娘に土下座しろよって思うけどな。親父のやつ、電話で私に。以前からあの嫁はいかんと思っていた。低気シャーシャーとほざいてましたから。義両親も私たちもなんとかしようと精一杯。だとさ、なんこの変わり身の速さ、なんて思いながら受話器越しに呆れましたよ。もう俺には味方は娘しかいねえ。結局どうするんだ？今の流れなら離婚できるだろう。はい、今まさに離婚に向かって着々と準備中でして。どこぞの勇気氏より信用できない両親義両親が味方のうちに切り上げたいと思ってます。嫁は、私にはあなた、あなたには私しかいないの。とか、娘の気持ちを考えて、だとか、愛は許すものよ。なんて脳が生んでるとしか思えないようなたわごとぶっぽ在天で、情け容赦なくいくつもりです。ちなみに娘は嫁に関して、すぐ痛い痛いするから大嫌い。と、冷ややか極まりないコメント。私にはあなたはまあわかるがあなたには私は重症だな状況を把握できてないなんてチャチジェモンじゃねえ何かを感じるぜ。むしろスイーツ好みの J-POP の歌詞のパクリかと思った。むしろ昭和歌謡に近い。それだ。真剣、案外簡単に取れそう。嫁が呼びつけた親友笑いが、奥さんを愛していれば多少の味覚の違いは乗り越えられるはずよ。とかほざいて証拠品として嫁が作ったフルーツポンチリンゴス酢豚を一口食って盛大にリバースしやがった。嫁は切れまくるわ、親友笑いは悶絶するわ、私の親父は小声で、ざまを見やがれ。と私の隣でつぶやくわそんな家族会議がついぞ30分ほど前に集結しました。貴重な証人と証拠現場映像を撃ちしたんで、このままスムーズにいければいいんだけどな。甘み旦那報告をつ。健闘と健康と成功を祈る。フルーツポンチリンゴス酢豚パイナップルが入るなら、他のフルーツもいけるよね的な感じで作られたのか。お久しぶりです。183スレメで愚痴ってた、元以上に甘い味付けする嫁に苦しめられてたものです。あれから義母の寝返りとかかなり色々ありましたがどうにか離婚が成立し、無事娘の親権も取ることができました。きっちり証拠品を残しとけと皆さんからアドバイスをいただいて、それが役に立ちました。嫁の親友が嫁料理食って、即リバースした瞬間の録画映像とか、ここに吐き出してなかったら娘ともどもどうなってたことか。今日、娘が俺に誕生日の手作りプレゼントをくれたので、不覚にも男泣きしてしまいました。これからも、娘は命かけて守っていきます。父親として、このスレに二度と戻ってくるんじゃねえぞ。もう来るなよ、絶対だぞ。幸せ見せびらかしやがって100年飲むってろ。再婚して相手が飯増すならまた報告してくれ俺は待ってる。ああ71だが書き忘れた真剣子供取りの技を俺にも教えてくれ。以上がこの話の顛末だ。最終的にスレ住民たちが笑顔で送り出してくれ救われた一致だったが、今までよく耐えたと思う。逆に一体どうやったら飯まずってだけでここまで周りを全員巻き込んで引っかき回した挙句、離婚問題に発展させることができるのか。嫁すごい。出てきた料理の中ならギリギリ蜂蜜コロッケが食べれるか？いや、粉砂糖がハンカチや携帯などと一緒に持ち歩かれていると思うとゾッとする。嫁怖い。あれ、ところで肝心のビッツはその後どうなった？